に不倫なんてことをする時点ですれたいなんだが、それに輪をかけて神経わからん話を。兄夫婦は、兄の不倫が、原因で、一度、離婚騒ぎになったことがあった。けど、当時1歳にもならない姪っ子もいるし、家も建てたばかりだってんで。兄の個人貯金から、兄嫁に慰謝料を払うとか、次やったら、即、離婚とか、かなり、いろんな条件を出した上で、再構築の道に。ここまでで、普通の神経してる人間なら、反省なりなんなりすると思うんだ。内心反省してなかったとしても、嫁には逆らわないようにしようぐらいは思うだろ。が、兄はクズだった。両家両親まで巻き込んでの話し合いから一週間も経たないうちに、不倫関係を再開させやがった。ホテルのレシートが出しっぱなしとか、兄嫁の目の前で、不倫相手とラブラブ電話をやったりと、隠す気がさらさらなかったと兄嫁が言う。再び両家両親揃って話し合い。なぜかヘラヘラした兄に親父がとりあえず、顔面に一発入れた。吹っ飛ぶ兄。すると、兄嫁の方を向き、ああ親巻き込んで大騒ぎして、こんなことするなら離婚するしかないなあとニヤニヤ。それに対して、だから離婚するって言ってるでしょ。条件にしてたじゃないと。淡々と兄嫁が言うと、となぜかうろたえる。母が、兄に、よくよく話を聞くと、前回の話し合いを、子供を理由に、嫁が、離婚拒否、俺の方が立場が有利。いざとなったら、離婚を脅しにすればいいと、謎解釈していたらしい。子供がいるから、嫁は意地でも別れられないはずだろ。と、わめいてたが、前回の兄嫁の決断を、よくもまあ、あそこまで、都合のいいように解釈できたもんだよ。数ヶ月後、話し合って離婚になりました。